どうも、たかしですけど、トラックの動画はね、あまり撮らないと言うたけど、やっぱりね、生活している中でね、職業がトラックドライバーなわけで、トラックの仕事を、トラックドライバーの仕事をしていると、トラブルみたいなのがね、結構起こるわけですよ。じゃない、失礼、はい、ということでね、トラブルというかね、事件というか、なんか何しかそのネタになるようなことがね、やっぱねあるんですよね、このトラックの仕事をしていると。なんでね、たまにあります。文句あるやつね、おるみたいですけどね、コメントとかでね、トラックの動画はやらんのちゃうんかみたいなね、そういうやつはね、見るな、見なくていい。僕はね、僕を応援してくれる人に見てほしいから、その、もう再生回数とかで、それはね、もちろん再生回数とかもね、行った方がいいんですよ、これもちろんね。でもね、そんな応援してくれてない人に見てほしいとは思ってないんで、応援してくれる人だけ見てください。まあ、今日12月27日、月曜日、年末、年末ですね。バタバタしておる年末ですけど、トラブルありましたよ。今日はね、南港でね、荷物を積んできたんですね、今。で、今現在これね、止まってるんですけど、阪神高速の朝潮橋の、パーキングね、で止まってるんですけど、積んできた荷物でね、ちょっとこれ、まあ、伝票なんですけどね、ちょっとあんまり見せれないんですけどね、これね、今から降ろしに行くところの住所、住所書いてます。なんたら小学校っていうところなんですけどね、京都の小学校とだけ言うておきましょう。で、京都の小学校に荷物を降ろしに行くんですが、なんと車種10トン以下って書いてるんですよね、これ。車種10トン以下、これね、ちょっとね、見せれるとこだけ見せようか。12月27日、おろしね、車種10トン以下、車種10トン以下なんですよ。で、これね、この私が乗ってるトラックってね、10トン車ですよ。最大積載13トンです。でかいです。いけんのかっていう話ですよね、結局ね。これ入れんのかっていうと、これ小学校なんで、小学校ってそんなに大きくないですよね、門とかね。高校とかでかいんでしょうけどね。高校、大学はでかいっていうイメージがあるけど、小学校ってなんかちっちゃいイメージあるんですよね。これいけんのかなみたいなね。それがちょっとね、不安で。で、納入前にテルお願いしますって書いてるんですけどね。電話番号が書いていないので、電話できないというね。さあどうしますかということですよね。でね、会社に電話するしかないですよね。会社のね、偉い人に、電話して、その辺ちょっと聞こうかなと思います。最近ね、全く話違うんですけど、最近、お菓子を食べなくなりました。まあ、今まではね、結構、パクパクお菓子をね、食べてましたよ。チョコレートとかね、結構食べておったんですけど、まあ、食べなくなったんですよ、結構ね、今まで。いや、今までは食べとったんですよ。ただ最近はもう食べなくなったんですけど、まあ、ちょっとね、やっぱりね、たまに食べたいなっていう時はね、こういうのを食べるようにしてるんですよ。プロテインバーみたいなね、150円ぐらいですね。こういうのをね、まあ
でね、カロリーのとことかをよく見るようになりましたね。エネルギー211カロリー、タンパク質が 15.9g、 脂質 11g、 炭水化物 13.0、 糖質 11.4 とね、まあまあこういうとこを見るようになりましたよね。ビタミン B1、 B2、 B6、 B12 と、こういう栄養成分が入っておる。まあこういうのね、あ、見えへんの、こういうやつね、プロテインバー、これをね、お菓子を食べるよりもこういうものを食べようということですね、なりましてね。今ちょっと電話でね、聞いてもらってるんでね。ね、10トン以下だったらいけねえじゃねえかよっていう話でね、入れねえじゃねえかよっていう話なんですよね。もうそういうところ、そういう時はね、もうとりあえずも会社に指示を仰がないとしょうがないですよね。ということでね、プロテインバーで、ちょっと、危ない、割れとったで、割れてましたよ、これ落としかけた、抜群の反射神経でね、受け止めましたけどね、抜群の反射神経で、あれのど乾くな、これ。水分すごい持っていかれるね、水分、口の中の水分すごい持っていかれる。あれに似てますよ、カロリーメイト、カロリーメイトのブロックのね、あれに似てる。水分すごい持っていかれる。お茶いるな、これ。プロテインバーって、こういうのでも体すごくね、気使うようになりましたよ、ほんまね。右方向です。
入り口です。山沿い止まってます。止まってます。はい、ちっちゃな前入ってまうと多分出ていかれへんと思うんですよ。あ、神社の前、あ、通り抜けできへんからバックしていかなあかんやからですけど、切り返せるとこないですよね。バックで入っていかんとダメなんですか？それはそこって車はあれなんですかね、交互通行できるんですか？通行はできて、寄せれることもできんねんけど、そこから次出ていくときにどっかで切り返さなきゃなって思うんですよね。あ、なるほど。とりあえず神社の前に小学校側に寄せて止めてくれます？前から突っ込んでいったらいいですか？前から突っ込んでってよ。わかりました。すいません。はい、狭いよ。狭いわ。目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は曇りのち晴れ、降水確率 30% です。
ね、殺してもらいました。ババーっとね、パイプみたいなやつだったんでね、荷物がね、荷物がパイプみたいなね、丸いパイプみたいなやつだったんですけど、下ろしてもらいました。5、6人来ましたね。早かったな。ということでね、一件落着っていうことで、次の仕事に行きたいと思います。今から違う仕事ね、4時から違う仕事やります。ご視聴ありがとうございます。